今日、まあ、5月26日なんですけども、まあ、夜でちょっともう分かりづらくなったんですけども、佳子さまのその動画っていうのを見て、向こうに、アテネに着いてから、黒い服を着てる、まあ、要するにエロ業界側ですね、黒い服を着てる人間は。で、もともとはそうです。だからもう基準、もうややこしいから、黒い服を着てる人間は、そうだったと。もうそういう組織の、人間だったと。もうそれ認めよう。で、佳子様は喜んで握手をしてる、笑顔で。で、僕は不愉快になってるのが分かって、笑顔になってる、楽しんでる。それ3回も繰り返してる。曇りよ。当たり前。もう淡井圭介のせいにされる。ほんと嫌。豪族の人たちが真面目に人の話を受け入れて、その通りにしといたらよかったの。だから上下関係が頭の中にありすぎやねん。どちらが言ってることが正しいかっていうことぐらいちょっと考えたら分かることばっかりや。